ジャニーズ事務所元副社長の滝沢秀明氏41が3月16日に設立した芸能プロダクション 2B。 注目度は高まるばかりだが、それは芸能プロ社員たちも一緒。ただし、彼らの最大の関心事は 2B の後ろ盾だ。写真を見る、三宅健、平野紫耀、神宮寺勇太、勢力を拡大する 2B、すでに大手感。溢れる顔ぶれに 2B は設立から半年も過ぎていないが、芸能界内での一大勢力になりつつある。元 V6 の三宅健氏、44、元キング&プリンスの平野紫耀、26、と神宮寺勇太、25、IMP。元インパクターズの佐藤新太、22、ら7人が所属しているのだから、他の新興芸能プロとは存在感が全く違う。ただし、代表の滝沢氏を含め、全員がジャニーズ事務所出身者なのは知られている通りで、この点が単なる新興芸能プロとは異なる。ジャニー喜多川氏の性加害問題の渦中にあるジャニーズ事務所は 2B について沈黙しているものの、愉快ではないだろう。そもそも滝沢氏が同事務所を辞めた理由は、藤島ジュリー景子社長、57、と反目したことにあるのだから。表立った動きこそないが、ジャニーズ事務所と 2B は対立関係にあると見ていい。ジャニーズ事務所内の人間は 2B の動きを注視し続けている、芸能プロ幹部、という。ジャニーズ事務所を退所した飯島道氏、65、が2016年に設立し、やがて稲垣吾郎、56、草薙剛、49、香取慎吾、46、が所属したカレンとやはり同じだ。ジャニーズ事務所に限らず、方針の違いなどで会社を出ていった人間が新たに芸能プロを作ると、古巣との対立構図が生まれがちなのだ。飯島氏には日本財団会長の笹川洋平会長、84、やソフトバンクグループの孫正義会長兼社長、65、木下グループ及びキノフィルム社長の木下直也氏、57、ら支援者がいる。後ろ盾と言える、親しい大物芸能プロ代表らも側面支援している。それでも稲垣ら3人は、テレビになかなか出られない。万一、ジャニーズ事務所がテレビ局に可憐の3人を出すなと依頼していたら、独占禁止法違反となる恐れがあるが、そんなことをしなくてもテレビ局は自発的に出さない。同事務所が不快感を抱くキャスティングを行うことで、所属タレントを引き上げられたら困るからだ。いわゆる忖度である。同事務所とテレビ局側の長年の深い付き合いも背景にはある。この構図を痛いほど知るのは滝沢氏だろう。テレビ界のみならず、映画界、興行界でもジャニーズ事務所の力は強い。だから芸能界内では 2B の後ろ盾が誰なのかが関心事になっている。ジャニーズ事務所も気にしている。芸能プロ幹部が、目下のところ、全く見えてこない。芸能界内には見当たらない。独立したタレントに頼られがちな大物芸能プロ代表たちは動いていない。芸能界以外でも、国内では具体的な名前が全く上がらない。だから、海外のエンタメ関係者か、との声もあるが、それも憶測の息を出ない。芸能プロ幹部。滝沢氏と飯島氏は関係が良好で、この二人がタッグを組んだらインパクトがあるものの、二人が連携する動きも現時点ではない。このままでは 2B の10人がテレビに出るのは難しい。性加害問題後もジャニーズ事務所とテレビ局の関係はほとんど変わっていないからだ。例えば、嵐の相葉雅紀、40がメインを務めるフジテレビのバラエティ、バーサス魂グラデーション。は9月末で終わるが、10月からの新番組も相葉がメイン。相葉は同月からテレビ朝日の新連続ドラマ、今日からヒットマン、金曜午後11時15分にも主演する。制作会社関係者らによると、11年続いた富士、時をかける、水曜午後11時、が9月末に終わる予定であるものの、これも性加害問題とは無関係。1年ほど前から織り込み済みのことだったという。年明け1月からはカトゥーンの亀梨和也、37、が小芝風花、
26の主演連続ドラマ、大奥、富士に出演する。それどころではない。芸能プロ関係者によると、来年は今年よりジャニーズ勢の出演ドラマが多いくらいなのだそうだ。一方、滝沢氏がテレビ局に食い込もうとする動きは見えない。ひょっとすると、滝沢氏は最初からテレビなど眼中になく、ドラマもトークも音楽も配信でやるつもりなのではないか。今の時代なら、現実離れした話ではない。そうであるなら、後ろ盾もいらない。ドラマはネットフリックスなど有料動画配信の作品に出ればいい。プライム帯、午後7から同11時、で流す民放1時間ドラマの制作費は3000万円程度だが、ネットフリックスなら1時間1億円程度。質の高い作品に出演できる。三宅や平野、神宮寺なら、出演依頼が絶えないだろう。有料動画配信は芸能界のしがらみとは無縁だ。また、滝沢氏が現役に復帰したら、配信ドラマ制作陣は飛びつくはず。何しろ、大好評だった2005年の NHK 大河ドラマ、義経で主演したくらいの演技力の持ち主なのだから。トークは YouTube でやればいい。これはすでに始めている。バラエティをやりたいなら、これも有料動画配信でできる。テレビに出られなくても困らない。ジャニーズ事務所に限らず、このところ芸能プロからの独立が増えている背景には有料動画配信の台頭があるのだ。有料動画配信のドラマに出たら、民放ドラマに3本分のギャラが得られる。テレビから干されても困らない。また、平野と神宮寺、IMP の楽曲のリリースは配信で十分可能だ。そうなると面白い。テレビやレコード会社などのオールドメディアはジャニーズ事務所と付き合い続け、同事務所が基本的にやらないネット全般を 2B が手掛けるという構図になる。結果的に住み分けとなる。滝沢氏は表舞台に立つタレントを 2B に所属させただけでなく、ファンクラブ管理など広報支援を行うスタッフもジャニーズ事務所の元スタッフを迎え入れていた。芸能ビジネスで敗れ去るつもりは微塵もないだろう。振り返ると、滝沢氏のジャニーズ事務所退社が発表されたのは昨年10月末。平野、神宮寺、さらに同じキング&プリンスのメンバーである岸優太、27の退社が発表されたのは11月4日だった。滝沢氏の退社発表と同時期だった。平野、神宮寺、岸の退社が明らかになった時にも芸能界内で、誰が後ろ盾なんだ、と言われた。芸能界をフリーで活動するのは極めて難しいからだ。滝沢氏ではないか、とも言われたが、それではジャニーズ事務所に喧嘩を売るようなもの、と否定する声の方が強かった。だが、結局は滝沢氏が平野たちの後ろ盾になった。今になってみると、すべて滝沢くんの書いたシナリオ通りなのではないか。滝沢くんはものすごく頭がいいから、同芸能プロ幹部、キレ社の滝沢氏は誰にも頼らず、芸能界の常識を変えようとしているのかもしれない。高堀冬彦、放送コラムニスト、ジャーナリスト。大学時代は放送局の学生 AD。1990年のスポーツ日本新聞社入社後は放送記者クラブに所属し、文化社会部記者と同専門委員として放送界のニュース全般やドラマレビュー、各局関係者や出演者のインタビューを書く。2010年の退社後は毎日新聞出版社、サンデー毎日の編集次長などを務め、2019年に独立。デイリー新潮編集部、